よし、ちょっと再開していくか。少し音声いじったけどどうかな。こっちは多分聞こえやすいんじゃないかな。さっきまでのやつ、第4回目のやつはちょっとうるさかったかもね。よし、第5回目。ドラクエ11スイッチね。版の体験版。やっていくと。妹を探すために西の森に行くってとこだったかな。初めてか3人メンバーになったの。荒野の地下迷宮に行けばいいのかな。日の麦火山はまだ行かなくていいのかな。そか、温泉地帯だから火山があるのか。神社あるけど、これ、あ、これが日の出火山か。入ってもいいんだろうけど、多分イベントと関係ないから入んないほうがいいか。多分入れないんじゃないかな。お、馬あるね。あっちに行くのはどうなんだ。関所なんか止められてんのかな。あ、これドルイドじゃない、っていうかドルイドじゃない、鬼面同士だっけ。あれ、これ白いやつっていたかな。赤いイメージあったけど、サマディーチル。え、何これ。あ、ドルイド転がってない。あ、転がってない。なんか吹っ飛ばされてんの、俺に寄ってますよ。してなんか可愛いんだけど。あ、関所ある。あ、ここのサマディ地方に入るまでが体験版なんだ。あー、なるほど。肝かわいい。え、お前戦ってくんないの。女の子の方ドルイドだよね。あ、ベロニカ、あ、ベロニカ王とか。あ、バギきついんだよな。バギは痛いです。いや、やっぱバイキルトでしょこれ。やっぱこいつバイキルトやってくんだ。バギきつい。いった。無茶すんな。取れ。しびれてるじゃん。敵。いや、結構強いな。おととい来やがれ。結構強いな相手。この辺りの地方強いんだ。サルディーニャ地方の方はやっぱりそういうことか。体験版の新しいとこに行くたびに敵強くなるな。ちょっとレベル上げした方がいいか。軽く。これさ、馬の時ってダメなのかな。馬のままぶつかれないのかな。馬の時は相手にダメージ与えて始めらんないんだ。こいつはね、やっぱね、バギでね、いや、痛いんですけど、普通に。大地よ。お、火炎だ。え？何？ダメージ与えないのこれ？ちょっと期待しちゃったんだけど今俺。あ、でも何もしなくても相手にダメージ与えていけるのか。あ、それは強いな。あ、これは強いかも。なんだかんだ言ってターン過ぎるごとにダメージ勝手に与えてるから、これ強いんじゃない。
お、これ強いな。あ、すごいすごい。いや、これ強いな。あ、てかかなり経験値もらえる。敵相当強くなってるけど、こっちも結構レベルアップしやすいな。やっぱ馬から俺ちょっとレベル上げした方がいいかも。ちょっと敵強い。ここでやっぱレベル上げしていかないとかなりきつい感じだね。で、意外とこのゲームね、相手から先制攻撃普通に食らうんですよ。やっぱその主人公の、あの、移動速度っていうか、行動速度がかなり遅い。どういうわけかわかんないけど。よし。よしよしよし。鬼面同士は、ドルイドはあんま強くないな。やったぜ。よし、レベル上がった。ちょっと振り分けてみます。あ、神でなんだかんだ11まで溜まってるね。もう結構ポイント溜まるな、こいつ。やっぱ盗む覚えた方がいいっぽいんだよな。多分結構貴重なアイテムをボスキャラとかから盗めるようなゲームになってんじゃないのかな。なんかもうこれちょっと俺 FF みたいな感じの気分でやってるけどね、今回のドラクエは。これ体験版出た、体験版面白いけどさ、体験版やった後1ヶ月間やれないんでしょ。つらいな。このゲームって夜になったりすると敵が変わったりするらしいからな。どうしようかな。ずっと戦ってれば夜になるのかな。あ、マホトン。いやー、魔法トーン食らうと結構怖いな。弱っ。こいつ一撃か。意外大したことないね。いや、これ最初に魔法トーン食らうと嫌だな。いや、それも痛い。痛い。よかった、ミスった。これね、ギラで全体攻撃して攻撃する顔してないと結構やばい。よし、 OK。 おお、ベロニカセンキュー。いいね、お前マジか。防御力低い、もしかしてレベルが低いのかな。魔導士の上げの回にするか。あ、動画で編集した方がいいかな。いや、まあ、ほとんどね、最初に比べてきついんだよな。全員止められたか。で、この女の子魔法使いなんでしょ。全然使ってくんないね。いや、これね、先行で魔法トーン使われると結構きつい。振り分けていくか。俺メタルギリやっぱり覚えておきたいんだよな。あ、でもまだ覚えらんないか。もうちょっとか。なんとかこまめに体力回復させながら。でも結構体験版面白いのにな。ここから1ヶ月間待たされるって意外と地獄だな。あ、そうか、こっち側。
あ、キャンプあるじゃん。でも特にレシピないんだよな。3とか4程度じゃね。まあいっか、作んなくても。ね、待って、これってさ、このまま寝なくても何？旅できんの？絶対行商人いるな、このゲーム。鎖片部、ああ、鎖片部は持っといた方がいい。特に神は防御力低すぎ。オッケー。ちょっとこれ、このまま戦闘いけんのかな。お、いけんだ。あ、腐った死体じゃね？これ。え、やっぱ夜になるとモンスター変わるんだ。腐った死体じゃんこれ。うわー、キモ。いて、惜しい。俺たちの勝ちだ。経験値37か。ちょっと探索してみるか。あ、全員腐った。あ、夜だからこうゾンビが復活するみたいな、そういう感じなのか。やっぱ腐った死体で出てるね。うわー、いや、強っ。19、14ぐらいか。いや、ない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 。おお。こいつ攻撃力高い。やばいやばい。神死ぬじゃねこれ。ボミかけておくか。いやー、ベロニカだいぶ食らってるね。相手強っ。いって危ねえ。よかった、ベロニカに攻撃してくれて。切れちまったよ。いや、相手強い。これさ、満タンってなかった？あったあった。いやー、これきついかもな。バイキルド使わなければそんなに強くない。ありがとう。よく分かった。いいね。ベロニカは狙っていいよ。どんどんベロニカはもとなくないから HP が。ありがとう。 いいね、ベロニカ。お前それ、こいつ、これ全体か。グループじゃないんだもんな。 OK、 2人倒した。
かどこになっちゃった103、103だとまあまあ悪くない感じ。夜だと無理だよね。いやーこのね意外とムスプトが強いんだよな。あでもこいつも強いんだよなこれ。いやこいつ強いなこれ。こいつ先に仕留めるか。まだ楽勝とはいかないな。よしよしよし。神の防御力の低さがかなり気になる。いやこういったら強いんだよな。もうちょっとレベル上がんないとダメかな。もう2レベルぐらい欲しいな。2レベルぐらい上げれば多分結構いける。でも最初に11与えてみるよダメージ俺。ふん、もう連携いっちゃうかこれ。大地よ炎をまとえ。これ強いな火エンジン。なんだかんだターンでダメージを与え続けられるから結構痛いと思いますよ。いやこれ強いな火エンジン強い。俺たちの勝ちだ。だけ上がるの攻撃が怖いんだけど。あ、麻痺った。あ、こいつ毒ガのナイフいいな。めっちゃ便利だな。毒ガのナイフのおかげで麻痺るんでしょ。麻痺強いよな。やっぱゲームって麻痺属性強いんだよ。それが。バギーやられた方が嫌か。攻撃力があんま大してもないんだけどな。痛い。まあまあまあ。しかも意外とレベル上がりにくくなってる。あのバスって何あれ逃げられませんよ。ここに何呪いって何。うわっ
ちょちょちょ、おお、これ全滅するんじゃないの？大丈夫これ？魔法の小瓶使ってくれるのありがたい、ベロニカ。それはいいよ。それは本当にありがたい。レベル上げずっとできるもん。宿屋帰らずとも。でもなんか、こいつあんまりレベル上がんないなぁ。え、なになに？もう最初から呪いの状態で始まっちゃうの？え、呪いって何？あれか、これ直さなきゃダメなんだ。マジか。あ、これなんか呪い解かないとまずいくさい。能力値が下がっちゃうんじゃない？なんか攻撃力心なしが低いよね。どうなんだろうこれ、夜に戦うのがいいのかな。でも腐った死体そんなに経験値高くないんだとするとわざわざ呪いかかっちゃうの嫌だよね。いや、やっぱ呪いかかってると動けないターンがあったりするんだ。おととい、よっしゃ、よし。神湯がリレミと覚えても嬉しくないんですけど。神なんかスキル覚えらんないのかな。これさ、スキル増やすときってさ、ないのかな。あ、スキルパネルこれか。常時素早さとかすごくない？素早さ30とかすごいな。え、ずっと攻撃できんじゃないの？素早さ30もあったらやばくない？そしたらこいつ最強キャラかもしかして。鎧といてもらおう。さかでーでーでー寝るか。これ待って、いろいろ時間帯あるんだな。え、これこんなに細かく時間帯あったらどこの時間帯でどんな敵出るのかわかんないじゃん。どうしよう。まあいいや、この先に進んでいってこっちの先でレベル上げした方が効率良さそう。もっと強いんじゃない？敵が。またこいつか。地下の迷宮。目覚めの卵。あ、宝石だ。モンハンじゃん、完全。ちょっ、いいね。あー、これ鍵だね。なんだろう、最後の鍵とかかな。魔法の鍵とかで開きそうな感じだけどな。そんなに言うても24分か。またこの辺動画切るか。強い。30分までやっちゃうか。
ドラキ、タホドラキ、海だぞ、タホドラキ、弱っ。ナメクジだ。なんでこいつ名前こういう敵。ドロル、あー、でも強いな、全然勝てる。こいつらも弱いな、弱い弱い、さっきのやつらより弱いじゃん。あっちはやっぱ先のダンジョンだったんだな。あれ火山のとこって入れんのかな。順番通りに行くと次が火山で、その次があっちの地方。人形じゃん、泥人形。うわー、泥人形だ、弱。ちょっと俺強くなりすぎちゃったかな、レベル上げすぎた。さて、メタル斬り覚えたいんで、ここかな？ドラゴン斬り覚えちゃおう。まだドラゴン出てきてないけど。でもさっき、この間出たブラックドラゴン倒すにはいいかもね。よし、ちょっとこの辺、これどうしようかな、どこまで進めようかな。これこっちも行けちゃうのか。どうしようかな、難しいな。どうしよう、広すぎないここ。こういうことか、それでか。なるほどね。まあ、どの道地下に生かされるのか。なるほど。あ、なんかテイルズでこういうダンジョンあったよな。エクシリアで。エクシリアだっけ？ゼステリアかな。ゼステリアってあの遺跡探索するからさ。あ、世界樹の葉じゃん。でもこのゲームそんなに世界樹の葉ありがたくないよな。なんか味方回復復活すんじゃん。まだ入れない系の。やっぱさ、 3A にしちゃうとさ、どのゲームも結構似たり寄ったりのダンジョンの作りになっちゃうんだな。あー、やっちゃったよ、やっちゃったよ。ルカラン、ルカラン使ってくるのか。ドラキーは結構怖いな。これ意外とねダメージ食らうんだよな。よしよし、まあ行きますか。じゃあ、こっち無理なのか。じゃあこっちからか。じゃあ最初からこっち行って落ちなくて済んだってこと。あ、枝じゃん。過去の記憶が聞こえるってやつだね、これ。胎児の根に手をかざしますかって。来たな、これ。過去の記憶がこれで聞けるようになるってことだね。おそらくは。あれ、これなんだっけ、こいつ。シャドウじゃん。仕掛けを作った張本人が下手。シャドウがこんなの作るんだ。でもこれ落ちたって別に悪くないでしょ。だいたいこれどこの部分だよ。
難しいですね。ここなんかありそうなんだけど。え、ここ行くと落ちるってことかな？違うじゃねえかよ。どこだよ。いや、俺こういうの苦手なんだよな。でも多分落ちてもそんなに不正解じゃないと思うんだよな。わ、面白い敵いるね。こいつ乗れんじゃない？光ってるし。強そう。こいつ弱いからな。いや、でもそんなに強くないでしょ。誰倒すのは。いった。やめて。やめてやめてそれ。おお。目覚めの花って言うてラリコの対策か。でラリコ一回までしか使えないんだ敵。焦ったわ今の。こんな簡単にラリコ使ってくんだこれ。よし、乗ってみます。何これ。あ、分かった。これ乗るとなんか落とし穴落ちなくて済むようになるとか、そういう落ちなんじゃないのこれ。違う、特に関係ないか。え、これただダッシュできるだけ。物足りないね。あ、ちょっと待って、あ、ここ登れるってことか。なるほどね。ほい。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。え、てか、これなかったら戻れないってこと、もしかして。ちょっと待って。どこの道が正しいんだ。あ、じゃあどっちも行けないってことか。つまり、めんどくせえ。いや、これめんどくさいな。思いのほか探索とかしないで純粋にこう進めていった方が良さそう。こっちかな、じゃあ。え、これもなんか壊れそうじゃない？え、でもそしたらあっちの隣もダメってことだよね。今の図からするに。違うかな？どうなんだろう。ダメなのかな？どうなんだろうな、これ。どっちから、え、で、しかもさ、これさ、壊れた後さ、修復されてない？あ、大丈夫か。でもこれ、また壊れるよね。え、じゃあ、こっちじゃなくて、こっちですか？あ、こっちだった。これか。うわ、怖っ。めっちゃめんどくさいんだけど。で、これいけんのかな？よかった、いけた。シルバートレイン。防具か。よし。セーブできるようやくこれで。よかった。あ、これ妹か。セーニャ？どんな時もずっと。すみません。ああ、泉のそばだったから寝てたわけね。お姉様？え？え？どういうこと？私がわかるの？ちっちゃくされちゃったってこと？こいつ。
何年もお姉様の今姿変えられちゃったのか。魔法かなんかでか。なあ、お取り込み中の。実は私とこの。双子なんだ。私をさらった魔物はね、ここをアジトにして魔力を吸い尽くされないようにこらえていた。ああ、魔力。どんどんね、つまりこう見えて私は。何歳か上なんだな。そうよ。私からもおね。なるほどね。すげえ簡単に仲間になるな、こいつら。どれ、セーブしよう。ちょうど35分間やったし。お祈りをして、ここでまず5回目かな。5回目の録画分を切るってことでいいな。よし、OK です。